いやいや、はい、久しぶりじゃん。久しぶりですね。久しぶりじゃないか。いや、俺らは結構会ってるけど、まあ、飯食った。朝倉未来チャンネル久々です。久々ですね。皆さんごきげんよう。那須川の手差し君です。はい、ありがとうございます。まあなんかこの間ね、フグを食べに行ったわけですよ。行きましたね。はい、いつだっけ？先週だね。立ってないですね。そうか、はい。ボクシングの試合で3日後だったもんね。行きましたね。はい、はい、ありがとうございました。まあ、たまには YouTube でも撮らせてくださいって言ってきたんで。撮らせてくださいって。いや、そんなこと言いましたっけ。ノリで撮りましょうよ。どうしたどうしたどうした、感じじゃない。A 氏が言ってきたじゃん。いやいやいや、え、なんか伝えたいことがあるでしょ、このチャンネルを使って。いや別にないっすけど、俺そんなこと言ってないけど。はい、先生、なんでじゃあ急に動画撮ることにした。動画撮る、え、いや普通になんか撮りましょうみたいな。いやいやいや、天心が言ってきたじゃん。え、言いましたか。なんか久々に、じゃあなんかなんで YouTube 辞めたのみたいな話になってさ。ああはい、俺がそうですね。で、辞める必要なかったんじゃないのってって言ってたっすね。そう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 、はい。で、なんか久々に撮りますかってなったじゃん。そうですね、なんか、うん、なんか言いたいことがあるわけじゃない。いやいや、言いたいことっていうか、なんかエモくないですか、こんなタイミングで。なんか久々にね。久々に、どんぐらいぶりですかね。だから最後はあのガチの心霊スポット連れてたやつだっけ。そうですね。あれ、そうだっけ。はい、あそこからちょっとね、もうあとバンジーも連れてたじゃん。あ、もうそうですね、あそこからちょっと全部いじめられてるんで、ずっと。はい、確かに今日はね、天心がすき焼きを食べたいということで、はい、すき焼きに来ております。すき焼きに来てます。これなんてホテルでしたっけ。ホテルニューオータニ。あ、ニューオータニ、ニューオータニ赤坂か。なんかあれですよね、庭園かなんかがあるんですよね。はい、はい、そうです。素晴らしい、はい、見たことある日本庭園、ね、はい、日本庭園があるの。はい、あ、そうなんですか。はい、髪染めた。え、髪染めた。いや、染めてないですよ。この間の試合、こんな感じだったっけ。いつもなんか被ってるもんね。すき焼き久々だな。ちょっと試合終わって、うん、まだ1週間経ってないんで、経ったぐらいか、ちょうど。すごかったね、あの試合も。はい、あの最後のシーンしか見てないんだけどさ。いや、最後のシーンだけ。他見てよ、他。いや、ちょうどさ、はい、あれさ、仕事の打ち合わせしてたの、飲みながら。はい、でそしたら、なんか翔太か誰かがネタバレしやがって。翔太、あの友達。はい、ああ、お疲れ様。あ、お疲れ様です。先生、先生、先生、当たってない。で、格闘技の試合見る前にさ、ネタバレされたら見る気なくなる。ああ、まあそうっすね、うん、生でこそってとこあるっすね。で、最後のシーンだけ見た。最後のシーン、すごかったね、あれ。まあそうっすね、はい、足折ったんでしょ、ボクシングなのに。ボクシングなのに、はい、すごいよ、そんなことできる人なかなかいないから。キックの試合みたいになっちゃってですね。さすが振動だよね。いやいやいや、そうですね。ありがとうございます。いただきます。ボクシング今何、はい、行ってどんぐらい、1年ぐらい経った。4月デビューしたんで、うん、1年まだ経ってないんですね、4月。あ、そっか。で、3試合したんだっけ。はい、3試合ですね。次の試合決まってんの。次まだ決まってないんですけど、うん、次もしかしたらなんか地上波でやるかもって。あ、そうなんだ。もしかしたら YouTube 再開しないんだ。 YouTube やってないっすね。じゃあ自分の試合やるとき告知するから、俺の方で動画撮ろうよ。あ、マジですか。あ、ほんとですか。とか普通になんかロケ行きたいっすけどね。遊びたいっすよね。あ、もう最近なんか真面目なやつ多くないっすか、みくるさん。真面目。はい、真面目って YouTube。 そのブレイキングダウンのこと言ってんの。真面目って。ブレイキングダウンっすか。なんかその完成されたものだけしか上げてないんじゃないですか。サブちゃん見てる。え、サブちゃん。サブちゃん見てないです。ふわっとみくるチャンネルでは、はい、結構自由なことやってんだよ。あ、そうなんですか。うん、でもまあいいかもね。じゃあ行こう。そっちの方が楽しいっすね。遊びを仕事に的なね。はいはいはい。多分なんか普通に話してるだけで俺ら結構おもろいと思うんで。俺らってなんだよ。俺が面白いだけで。いやいや、俺ら結構おもろいんで。はい。YouTube はやめて、 Twitter やってんの。まだやってますよ。 X はまだやってるっすけど。俺やめたもんね。やめましたね。うん、あ、でも俺 YouTube あれっすよ、日記やってますね。日記、日記、何それ。なんかその日記みたいなのをやってるっす。はい、見てないわ。企画的なのやってないけど、企画やってないっすね。番組的な、番組も対談の番組を企画でやったんすけど、一回須田くん来てもらって。須田くんじゃ誰。須田理央剛。違いますね。リオツヨシも須田くんっていう人いないですよ。あ、須田リオってあの名前つながってるんだっけ。いや、須田リオツヨシ。あ、須田リオじゃない。はい、違いますね。須田リオツヨシっておかしくない。
菅田将暉君。ああ、あの俳優の、はい、はいはいはい。で次あの今科学者の方と科学者撮ったんですけど、日本ガチで変える人と撮りたいなみたいな、こうとあとは日記やってるぐらいですね。はい、テレビ番組みたいでいいじゃん。まあそうですね、僕ん家に来てもらってっていう。あのクソロボット、いやクソロボット、いやいや、あれ今あれ引っ越したの。いやあれまだ冬眠してますね今。え、あれ引っ越してないの、あの家から。あの家から引っ越しましたよ。あ、そうなんだ。はい、今どこ。え、言わないでしょ。普通言わないでしょ。もちろんピーかかってるよ。え、なんですか。あ、そうそうそう、はい、この間聞いてます。うん、すごいわ、肉が。松坂のお肉でございます。松坂のお肉だ。これサムネかな。てんちゃんとすき焼き食べに行ったよって言ったでしょ。いいですね、ほのぼのしてる。どう、はい、いいと思います。最近元気してます。うん、もう普通だよ。普通ですか。なんかいろいろありすぎてさ。あ、大変なことが多くてさ。どうしたんですか。2024年はいい年にしたいなと思った矢先にいろんなこと起きて、もうそれなりに頑張ってるよ。俺も。なんすか、その矢先に何か、なんかあったんですか。いやいや、大変だなと思って、結構いろんなさ。ああ。めっちゃ、いろいろやってるっすもんね。うん。超やってますよね。超ね。いろんなところで名前聞きますもん。格闘技とかだけじゃなくて、はいはい、仕事のやつとか。うん。格闘技以外の才能がすごかったみたいで。どういうことですか。なんか多分、プロデュースとか、はい。なんか俺どちらかと言ったらプロデューサーが天職なのかなっていうか、放送作家とかもさ、はいはいはい、俺天職だと思うんだよね。なるほどなるほど、うん、なんかめちゃくちゃ人間味ありますよね。なんか、はい、人間味があるというか、俺朝倉未来って、はいはい、そうよ、それが人気の。だってなんか、ね、いろんなこと成功してるっすけど、うん、格闘技で結構負けたりするじゃないですか、うんうん、なんかもうめちゃくちゃ人間味ありますよね。天使も一回負けた方がいいよ。え、負けた方が人気出る。それ毎回言いますよね。会う時毎回言いますよね。普通に。まあ日本人ってそういうの好きですよね。うん。なんか漫画の主人公的なね。なんか一回負けてみたいな。うん。僕なんか負けないためにやってますからね、毎日。うん。次の試合はとんでもない強さを見せるよ。ああ、なるほど。こっから、うん。そう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 。谷あり山ありで。うん、逆だけどね。うん。いやもう谷あったから。まあまあどっちでもいいんだけどね。登るしかないっすよ。粗品元気？え、粗品元気っすよ。俺一回しか会ったことないんだよね。会ったことあるんすか。うん、あのブレイキングダウンの解説してやがってさ。ああ、そう、出るって言ってたっすね。めちゃくちゃおもろかったっすよね。いや、背高かと思った初めて会った時。いや、そこ180センチ以上あるでしょ。結構あるっすね。ねえ、めちゃめちゃ礼儀正しくなんか挨拶してもらって、めっちゃいいやつっすよね、うん、で、いざ始まったらすごい切り替えがすごくてね。俺と同い年でしょ。あ、そうなんすか。粗品さんと、はい、ローランドとサッシーは同い年だっけ。あとガードマンと仲いいもんね。そうですね、うん、でも本当に会うとしたら粗品、ガードマンくらいさんに YouTube やってる。あ、そうなんだ、うん、YouTuber じゃないでしょ、粗品さんって。 YouTuber じゃないですね、うん、ずっとなんか YouTube を使ってずっとお笑いやってるというか、うんうん、まあ俺らと一緒だよね、格闘家が YouTube やってみたいな。まあまあそうっすか。ガードマンは結婚してたもんね。そう、福山ちゃんだっけ。いや俺なんか知らなくて、うん、俺でさえ、うん、言ってくんなくて、うん、ほんと誰にも内緒にしてたらしいっすね。へえ。いつも彼女いいのとかって話するたびに、うん、なんかああみたいな変な匂いしてたんで、うんうん、なんか怪しいなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあまだドッキリだと思ってますけど。最近の格闘技界はどう思う。最近格闘技界ですか。うん、まあなんかそうっすね、俺がずっとやってた格闘技とちょっと変わっちゃったなみたいな。うん、どの辺に感じるそれ。どの辺、うん、やっぱなんか強さをめちゃくちゃ求めてる人があんまりいなくなったら、こう、うん、選手も目立つとか見てる方も。あー、そうだね、確かにね、うん、なんかそう平成の格闘技がぶっ壊ったなって感じです。この間のそのタケル選手、うん、負けちゃったじゃないですか、うん、あれでまたちょっといろいろまあ大変になるなっていうのはあります。まあ、言葉が伝わりづらくなるんだろうなって思います、ね、今後。難しいけどね。でも
何人とか旗揚げ当初から最強志向ではなくない？まあまあそうですね。こうではない。UFC とかには到底かなわないじゃん、うん、実力で。ああ強さ的にですか、うんうん、でもこうエンターテインメントの部分とかさ、うん、こういうカードを組むかっていうのとか、はいはい、まあそこはそうですね、うん、そこはすごいあるっすけど、なんか両方持ってる人がちょっともう本当いないというか、うん、あとはやっぱライジンもずっと僕好きで見てるっすけど、うん、本当にスターみたいなのが、うん、ちょっとこう今あんまりいないっつうか出てこないのかなっていう。まあでも俺思うけどさ、なかなか出ないよね。まあそうっすね、スターって。まあ出ないけど、なんかもっとあるんだろうなっていうのはあるっすけど。ありがとうございます。どうぞ、トラマをお付けになってください。はい、いただきます。ネギや。あ、ネギから行く人っすか。あほっ、卵つけない人っすか。すき焼きなのに卵つけない人っすか。うますぎやん。いや、つけてないじゃないですか、卵。いやいや、いいのよ、人にはしてないから。あ、そういうタイプ。え、なんすか。自分のなんか思い通りにしたいタイプ。いやいや、そういうわけじゃないですけど、一応すき焼きっていうカルチャーあるじゃないですか、うん、それを一応卵つけて食うっていう。いやいや、肉はつけたいんだけど、うん、ネギに関してはそもそも水分入ってるじゃん、だからちょっと薄くなるなと思って。なるほど。あ、そういうことですか。そうそう、いろいろ俺も俺なりの考え方になってるからさ。ごめん。はい、すいません。あれ、彼女とは続いてんの？いや、彼女とはって言いますか。あの、いやいや、できてないっす。あ、そうなんだ。できてないし。いつからいないの？もう4年前っすね。4年前？ 4 年間いないの？いないっすね。あ、そうなんだ。オリンピックと一緒っすよ。結構話聞くけどね。え？なんかいろんなところで。どういうことっすか？いや、女の子の話。付き合ってるって。付き合ってるとかじゃないけど、なんか、飲んだり遊んだりっていう。まあまあまあ、多少遊んだりはしたりとかするっすけど、付き合ったりとかないっすかね。そんな別に僕お酒とかも好きじゃないし。まあね、うん、好きな人ができないよね。できないっすね。いや俺も全然できなくてさ。はい、見つかんないよと。どんな人がいいですか。分かんないんだよね、それも。ああ、まあ会ってみないと分かんないっすよね、うん、俺本当にその顔とか、うん、あんま興味ないんで。ん、顔興味ないの？顔そんな興味ないです。あ、そうなんだ。マジで気持ちなんですよ。気持ち？本当に。もちろんこういう顔が好きとか、うん、可愛いなとかあるっすけど、例えばそれ話してみて最悪だったら、あ、もう無理みたいな。それはみんなそうしない。そこは許せなくなっちゃうんですね。へ、うん、顔良ければハウスか。顔は結構大事かもしれない。どういう人がいいとかあるの？性格。自分の世界観ある人もいいっすよね。おー、さっきみたいに卵つけないみたいなところ。いや、まあそれっていうか、まあなんか例えばそれで、うん、卵つけないなって言われて、うん、まあ私はそういう感じでだからみたいな、うん、別に良くないみたいな、うん、言われたら、おお、あー、そういう系ね。おお、うん、やるやんみたいな。じゃあアーティストとかいいかもね。なんかアーティストってのは芸術に通ずる人みたいな。あー、芸術ですか。こう枠にとらわれないような人。はい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 。日本人は結構多いじゃん、こう義務教育からさ、はい、ありがとうございます。みんなと同じようなことをする方が正しいと教育されてきたじゃん、はい、そうですね。だからもうこれは卵をつけて食べるのが当然だっていう考えなんだけど、はい、まあ別に俺はそういうのは一回自分の中で考えるタイプだからさ、はいはいはい、そうそう、本当にこれが正しいのかっていう。そう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 、疑ってかからない。いや、それ大事っすよね。世の中のことを僕ほぼ疑ってます。あ、そうなんだ。はい。え、なんで引くんすか、そこで。なんか俺悪者みたいになってる。しかも野菜つけてるし。いや、これは水分あんま含んでないじゃん。あ、水分で判断するタイプですね、うん、うまいわ。うん、こんなさ、おしゃれに出てくるすき焼き初めてなんだけど。あ、ないっすね。普通さ、タレとか一緒にさ、はいはいはい、こうやって入れるじゃん。いや、幸せだ、ほんと。こういうのが食べれるっていうのは、うん、いいっすよ。食は本当にありがたいよね。ああ、なんかいいよね、この和な感じもさ。和ですね。昭和にタイムスリップしてきたみたいな。こういう旅館泊まるのもいいよね。なんか旅館いいっすね。温泉とかさ。あ、温泉好きっすか。半身浴好きよ。だって入浴剤とか作ってるぐらいだから。温泉半身浴する人いるんですか。じゃあ温泉じゃなくて、うん、その半身浴が好きだから
その入浴自体ですけど。ああ、なるほど、なるほど。わかるでしょ。でもゲーム出てたっすね。なんか、歯についてるよ。え？歯になんかついてるよ、あと。マジですか？うん。ちなみに。ゲーム出てましたよね。ゲーム？龍が如く。あ、スイカゲームのこと？じゃないでしょ。なんで、如くの方じゃないですか。スイカゲームにハマってるって話したじゃん、二人でこの間。いや、まあそうっすけど。龍が如くの話？龍が如く出てます。ゲームになるっていいじゃないですか。うん、俺割とゲームになるの夢っちゃ夢なんで。次やってくるんじゃん、セガサミ。いや、龍が如くはきつくないですか？俺っぽくなくないですか？なんか、役柄に会えば。てか、格闘ゲーム作ってほしいっすよね。今の選手たちを見て。そう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 。UFC ゲームみたいな。とか。俺 UFC5 めっちゃやってますよ。俺ゲームあんまやんないんだよね。ご飯おかわりしちゃってください。ぷよぷよとかテトリスとか好きだけど。ああ、そっち系ですね。最近桃鉄とかやってみたんだけどさ、はい、あっちの世界でも金稼ぐの得意でさマジで2回連続1位になっちゃった。マジですか。マジで。ああ、そこセンス出ますよね多分ね。桃鉄は、うん、いやでも龍如くはねすごいよ、再現性が。俺がこう動いて、はい、パンチとかニタップとか、はい、ボタンめっちゃつけられて、はい、その動きをそのまま再現されてるから、もう本当に俺の動きみたいな。あ、マジっすか。そう、へ、結構俺のさセリフの読み方がうますぎて今界隈で話題になって。いやいや、めちゃくちゃ下手でしたよ。はあれ AI なんだよね。あれ AI がセリフやってんだった。AI、 めちゃくちゃ棒でしたよあれ。あれあれ、じゃぶっちゃけ、はい、あれね、結局俺の戦略なんよ。龍如くたくさんの人に使ってほしいから、あれが棒読みすぎたら話題になるじゃん、はい、結局話題になってるのよ。結果的にめっちゃ話題になってて、朝倉未来の棒読みみたいな、はい、クソみたいな、それが話題になって、それで宣伝になってる。そこまで計算したから俺。あ、なるほど。だからもうセガサミーさんからしたらウハウハですよ。あ、なるほど。じゃあ本当は気持ち乗せたかったんですね。もうちょっとそれはやってもよかったんだけど。やってもよかったけど、でもあのぐらいにあえてあそこまでさひどくやっとかないとさ、はい、話題になんないじゃん。なるほど。そうそうそう。戦略だから全部。戦略的マーケティングだからさ。考えてますね。もちろんもちろん。結局も俺の言う通りもうみんなが気になっちゃって。なるほど。そうそうそう、やってますね。平本蓮までやり始めちゃったらしいからね、俺の棒読みがすごくて。あ、そうなんですね。あいつもまんまと俺の策略にハマってしまったわけ。いやでもゲームいいな。いいでしょ、うん、てかなんかやってみたいこととかないんすか。もうやってみたいこと、生きてて趣味的な、うん、でも結構やってしまったかな。いやもうなんか飽きてません人生に。そうじゃないですか。ブレイキングダウンはどうなんですか。ブレイキングダウンはまあ飽きてはないよ。でも、うん、なんかブレイキングダウンって格闘人口をめっちゃ増やしてるじゃん。ああ、まあまあまあそうですね、うん、まあ、もっと格闘技の人口を増やしたいから、なんかこうオフラインにつなげたいなと思ってるよ。オフライン、ブレイキングダウンのジムをフランチャイズでバーって一気に出すとかさ。ああ、なるほど。ブレイキングダウンオーディションとかさ、はい、見てる人がこう居酒屋とかでまあ見てたりするのか、うん、家で見てるのか分かんないけど、俺もちょっと動きたいみたいになった時に行けるジムとか、そこからなんか格闘技の才能開花するかもしれないじゃん。ああ、なるほど。競技人口が増えるとマジの天才みたいなの現れてくるからね、そのうち。なんだろうね、そのブレイキングダウン入りからさ、はい、本物志向のになるファンも多いじゃん。ああ、こっちの方がかっこいいみたいな。まあまあまあそうですね。それも含めてもいいと思うし、うん、まあ、ただブレイキングダウンの力がでかすぎて、はいはいはい、俺よりももう影響力持ってるからさ。あ、そうなんですか。うん、なんかブレイキングダウンのこと知ってて俺のこと知らない人とかいるかもね、今女の子とか。なんかあれはあれっすよね、こう見ちゃうっつうか、俺なんかこう切り抜きとかでしか見たことないですけど、うん、喧嘩してますよねずっと。そう、うん、天使はさ、はい、まあアスリートじゃん、うん、生まれももうずっと、はい、でも格闘技ってなんか結構喧嘩との親和性高くない？普通のスポーツと違うじゃん。ああ、なんかそれはあると思いますよ、うん、だしなんかいろんな歴史、昔の格闘技歴史見てきても、うん、なんか今ブレイキングダウンがこう悪いとかなんか言ってる人とかも結構いるじゃないですか、うんうん、でもなんかそんなことなくて、うん、昔からあったじゃないですか、うん、ガチンコもあるしね、あるしみたいな。だからもうなんかそこは共存していく、ね、そう、共存するべきだと思うんだよね。だと思いますよね。だから僕はいいも悪いもないと思いますよ。さすがに頭が柔らかいね。はい、頭が柔らかい。僕頭いいで売ってるんで、はい、
怖い怖い思ってないじゃん全然思ってないじゃん。出ます。旅行でも行こうよ今度。あ、いいっすね。可愛い女の子連れてさ。いいっすよ全然。募集しますこれで。お、いいねいいね2対2ぐらいで。2対2ちょっときついな。あ、そっか、あれだもんね、天心は女の子が多い方がいいんだもんね。いい。2対4ぐらいですね。違いますね。なんでそんな多い方。バスローブで待ってるんでしょ。いやいや待ってないですよそんなことしないですね。バスローブで待ってないの。バスローブで待ってないですね。そうなんだ。はい、上入った途端いやいや、そんなことしてないでしょまあ天心は吉原だもんねまあまあ行きましたけど、取られましたけど。え、俺行ったことないんだけど行きたいの。いや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 。どうだった。どうだった、うん、まあなんか社会科勉強になるっすよね。俺も社会勉強行ってみようかな。いや本当に一緒に行ってみようよ。一緒に行くの一緒に行くの。夏川天心で朝倉未来入ってきたらさ、はい、衝撃強いよね。いや強いっすよね。でもやっぱなんかあれは僕はなんかカルチャーとしてすごい好きっすね。好きっつうか、まあ、ずっとあるからね。江戸時代ぐらいからじゃん。そうそうそう、ずっとあるしみたいな。めっちゃ年中行ってるとかじゃないですけど。そしたらそれで面白いけどね。ないですからね本当。まあ、彼女いなかったらいいんじゃない。まあ、健全っちゃ健全だと思うっすよね。うん、俺占いとか全く信じないんだけどさ、はい、これが結構有名 な, なんか占い師になんか流れで見てもらって、はい、そしたら彼女と猫を飼いなさいって言われて、はい、それを2つコンプリートしたら俺は最強になれるらしいあなたには素敵な、はい、好きな女性と猫が必要だと、はい、え、今じゃあ猫飼おうとかそういう動きはしないんですか。まあ一応ね。いやいや信じてんじゃん、めっちゃ。信じてないよ全然信じてない。信じてないですか、うん、今彼女を作る動きはしてないんですか。しようとはしてるんですか。一応出会ってないから。でも動きはしようとしてるんですか。いやしてないね。あ、してないね、うん、え、猫は飼おうとしてる。あ、信じてんじゃん。信じてないって言われてたまたま俺も飼おうと思ってたなるほど。猫がいいなと思って、うん、あの猫のさぐるぐるぐるっていう鳴き声知ってる？なんすかそれ。ゴロゴロゴロって言うじゃん。あの近く行くとゴロゴロゴロって言うんだけど。へえ。それが幸せの幸福度を 20% か 10% 上げるらしい一日の。へえ。で、うん、コーヒーを飲むと 10% ぐらい上がる幸福度が。え、それ普通に？普通にコーヒー飲むだけ。猫がいい。猫見ながらってことですか？あ、違う違う。猫は猫のそのぐるぐるの音で幸福度上がるじゃん。うん、でコーヒー飲むと幸福度上がるじゃん。で、日光に当たると幸福度が上がるんだって。10%、20%。そうですね。で、好きな人とハグすると20%ぐらい上がる。はい、はい、全部コンプリートしたらさ 100% ぐらいになっちゃうからさなるほどなるほど。すごい素敵な日になる。あ、そういうことですね。毎日が。じゃあ毎日、うん、猫のゴロゴロと、そうそうそう、コーヒーとハグ。そうなの。日光はめっちゃ浴びてますけどね、うん、俺も散歩行ってるしね。散歩そうっすよね。めっちゃ代々木公園で。うん、代々木公園じゃないかな。全然。代々木公園はよくあの撮影で行ってる。ああ、スポーツ誌にフリスビーとかやってる。やる今度。やりましょうよ。俺も太陽を浴びるのは、うん、結構習慣的にやってるんですよ。太陽に向かって祈るっていうことをずっとやってるんですよ。あれで、はい、3人3人いっぱい鎮光法って言って、うんうん、そういうのがあるんですけど。めっちゃ信じてるじゃん。え、なんかいや怪しいのめっちゃ信じてる。いや怪しいのって僕は信じる方っすね。あ、そうなんだ。じゃあスピリチュアルある、ない、ない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 、うわそういう人っすね。俺ほんとリアリストだから。なるほど。遊戯とか、うん、その散歩とかして、うん、その気分上がります。めちゃめちゃパワー感じる、ね、マジマジ、めっちゃ信じてんじゃん、うん、スピじゃん超信じてんじゃん。いやあれオゾンだから。え、オゾンも感じてるだけだ。あ、なるほど。マイナスイオンっていうの。マイナスイオンでパワーっぽく感じるけど、はい、実際のことなんもないよ。あ、実際のことなんもないっすね、うん。でもなんかそういうのはありそうですけどね。なんかみんなスピリチュアルっていうようなものだけど、うん、なんか本当は違うものが出てるみたいな。ああ、ないよ。ないんか。うん、でもロマンな、信じる気持ちの強さってレベル違うぐらい発揮しない？いや、そうなんですよ。だから俺は信じるで生きてきた人なんで、うん、もうそれだけなんですよ。だから俺思うのは、はい、結構練習とかもさ、めっちゃするじゃん。でも練習自体でそんなめっちゃ強くなってるわけじゃなくて、うん、練習したから俺は強いと思い込んでる力の方が強いですね。はい、そうですね。結局それは僕でかいと思いますよ、ね、本当信じる力が、自分を信じてるやつが強いよね。はい、僕めちゃくちゃ信じてますよ。超信じちゃってる。なんか昔からずっと祈ってましたね、常に。なんか
でいいことあっても俺のおかげとかじゃなく、うん、ありがとうございますみたいな、マジで感謝してるみたいな、そんなノリで生きてます。あ、そうなんだ。今も、うん、なんすかその今も子供を殺めるようなその今も、本当みたいな。今じゃあ一番で一番楽しいことってなんすか。ね、そうだな、格闘技やっぱ好きだよ俺。昨日もさ2時ぐらいまで飲んでて、うん、朝練習行ったけど楽しいもん。あ、スパーリングが。スパーリングっすか。うん、いやミッド打ちとか嫌いなんだよね反復練習とか言ってましたね。なんか自分のさ、はい、得意不得意あるじゃん。あるっすね。俺はスパーリングが好きなんだね、とにかく。そんな感じしますもん。なんかミッド打ちの5分10ラウンドはなんか頑張れないけど、はい、スパーリングだったら全然できる。あ、だからランニングマシーンが嫌いで、はい、外走るの方が好きなんだよ俺。ああ、俺もそうですね。それそんな感じかも。でもなんかその同じ作業をやることによって、うん、なんかその俺的にはそれを覚えるっていうよりかは、うん、なんかこう何でもらってんですかなんかその、うん、回路が作れると思うんです頭の中に、うん、例えばミッドでワンツーフック蹴りとか、うん、でスパーとかだと意識して出さなきゃいけないのを、うん、ミッドでやっとくと、うん、それがもう型にはまってるから覚えてるっていう状況になるんで。そうなんだよ本当にだからそれは分かってる。やりましょうって。じゃあ分かってんだけど、はい、苦手なんだよね。でもやってるよ普通に、うん、やってはいるんだけど、うん、ただ好き嫌いで言うと、はい、スパーリングが好き。あ、なるほどなるほど。なんかね疲れてきちゃうんだよね精神がなるほど。昔工場のライン作業も一時期やったことあるんだけど、はい、絶対できないですよね。そう、2ヶ月ぐらいでやめたんだよ。2ヶ月持ったんだ逆に。でもあの2ヶ月ほど苦痛だったことない。俺少年より苦痛だったもん。へえ。時間を気にしちゃうのよ。同じことずっと繰り返してこうやって流れてきてさ、はい、で同じ単調な作業こうやってたからこれだけは。はいはいはい。俺時計確認してさ、時計見た回数を計算して仕事終わるまであと何回このままだと見るなとか。へえ。やっぱだからそうです、一個のあれで違うとこ見ちゃいますよね。そう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 、うん、で次設備の仕事したんだけど、うん、それなんか自分で考えるじゃん、はい、このなんか物体をどう動かすのか、はい、楽しくて、はい、時間いつの間にか過ぎてる。あ、単純作業無理ってことですね。単純作業がめっちゃ向いてない。でもあれですよね、それ作業の中にも例えば時計を見て計算するっていうことに楽しさを、うん、重きを置いてるっすもんね。そうそう、もう変えちゃってんだよ。だからなんかもうそのね思考広いっすよね。だから視野、視野はね、うん、なるほどな。ボクシング楽しい。ボクシング楽しいですね。どちらが楽しい、キックと。いやでもなんかやっぱこう新鮮なんで、ずっと今、うん、で今が一番楽しいかもしれないです、キックやってた頃より。ああ、まあ最後の頃よりはってことですか。最後の頃よりは、はい。できないことが急にできたりとか、うん、なんかもう分かんないことだらけじゃないですか、はいはい、だからそっちの方がすごいおもろいなっていうのはありますね。次どの辺と当たるのか分かんないけどさ、はい、武井良樹君だっけ、はい、とか井上尚弥選手とかを、はい、最終目標にしてるでしょ。武井君はもう今戦えるレベルなのかな。は多分階級が一緒っすね。一緒なんだ。一緒なんで、まあ、いずれかやるとは思いますよ、うん、その階級は一緒だけど実績的には今武井君の方が上が一応なんかのベルト持ってて。あ、そうなんだ。で世界は持ってないんだよ多分。まあ、武井くんの方がこうボクシングやったらのも早いですし、うん、成績が全然僕の倍以上あるんで。ああ、そうなんだ。負けてないんだよね。負けてないと思います。すごいね。まあ時が来たらじゃないですかね、うん、そういうビッグマッチはやりたいですよね、うん、ほんとそれめっちゃ売れそうだよね、チケット。うん、だしやっぱ格闘技って一人で作るもんじゃないじゃないですか。なかなかむずいじゃないですか、うん、相手がいてこそなんで。いくら僕がキックの時に知名度あったからっつって、うんうん、果たしてそれでチケット売れるかっつったら売れないじゃないですか、うん、なんか相手もちゃんとこう、まあライジンじゃないですけど、うん、ちゃんとこうどういう選手なのかって分かるようなところっていうのは大事なのかなとは思います、うん、まあね、うん、でもボクシング その最近のさ選手の試合とか見ても、はい、相手誰みたいな感じになっちゃうんだよね。まあどんぐらい強くてどういう生き方してきた人なんだろうっていうのはあんまないじゃん、はい、そこをもっと知りたいけどね。そうですね。だからじゃあ今度前回のメキシコのやつとか、じゃあ今度は朝倉未来チャンネルに出てもらって、うん、いや試合前でしょ
終わった後にもう大丈夫試合前に試合前にもっと気になるようにさ、メキシコから呼んで撮影隊が行くとかさ、まあそうっすね、それいるよね。まあでもなんか楽しくやってます。タケポンの試合どうだった？タケポンっすか、なんかちょっと悲しくなりましたね。戦友的な気持ち、戦友つうかなんすかね、なんかどういう悲しいの？そのもっとできたのにっていう、そのもっとやりようがあったっていう惜しさみたいなところか。いやなんかやっぱり2つの見方があって、うん、試合を盛り上げたり感動させるっていう部分ではやっぱすごいなっていうのも思うし、うん、皆さんがこうわーってすごい盛り上がる感じもわかるんですけど、でもなんかそのやっぱ勝ち負け大事じゃないですか、うんうん、でそこをもっと作戦あったよなっていうのは、そっちのね、正直思いますよね。正直だってローのカットとかって1ラウンドでもらったらずっとやんなきゃいけないしみたいな、うん、根性はすごいあるのは分かるんですけど、やっぱなんか武尊選手の負けって本人だけの負けじゃないというか、日本のキックボクシングの負けになっちゃうから、うんうん、そこもなんかもっとこう視野を広く見て戦ってほしかったなっていうのはあるっすよね、うんうん、でも俺当ててたでしょ。いやちょっとびっくりしたっすね。ちょうどね、天心とあれ何日前だっけ、2日前ぐらいだっけ、竹戦のあれっすよ、フグ行った時っすよね。だよね、うん、俺はローキックを効かされて多分判定で負けるって言ったんだけど、うん、ロー効かされますって言ってたもんね、天心っすね言ってたっすね。そうそうそう、いやそう、びっくりしたっすね。俺は判定だったら、うん、勝つと言ってたね、相手は。そうそう、相手が技術差で、うん、で KO だったら竹選手が、うん、いやでも、バケモンみたいな根性してるよね。なんかネジ飛んでるよね、竹内。飛んでると思いますね。うん。ああいう、なんか不良にたまにいるんだけどさ、はい、そっち系だよね、あの人。頭も痛みとかさ。そうですね。だから僕にはできないですね。だから本当、気合がすごい。素晴らしいなと思うんですよ。感動したな、でも俺も。うん。2ラウンド目、3ラウンド目さ、もっと俺が想像してたより早く引かされてたから、うん、そっから、よく最後まで立ってたなと思ったけどね。はい、はい。僕もありましたよ、あれ一回ライジンでクマンドイっていうタイ人とやった時に、うんうん、ローキックバーンって蹴られて断裂しちゃったんですよ、試合中に。あ、そうなので、やべえってなって2ラウンド、タイ人ってその足硬いの？めちゃくちゃ硬いですよ、うん、で3ラウンド目でセコンド戻った時にちょっと足がちょっと動かなくてみたいな、どうすればいいですかみたいな、うん、って言ったら父親がそんな関係ねえからみたいな、お前蹴れって言われてそれで立ってましたねでも足効かされたりしないよね、なんかファイトスタイル的にさ。いや、だからそのクマンドイの時に初めて聞いたんですよ。でもなんかあの気持ちは分かりました。でも本当ラウンド終わって我に返っちゃうと、うん、もうダメっすね。あ、痛くて。はい、あの、ね、2戦目ボクシングの2戦目手折れたんですよ、試合中に、うん、もうバーンって言ったらバーンみたいな、うん、もう雷めっちゃ鳴ってやばいと思ったんですけど、これ言ったら絶対負けるなと思って。あー、なるほどね。俺も蹴った足が痛くなったことあるけど、蹴った足やられてじゃなくて、蹴られてじゃなくて蹴った足はちょっとやばくないですか？いや、カットされてさ、なんか膝とかに当たってさ、あ、それが痛いみたいな、はいはいはい、たまにあるっすよね。試合中痛いとかあるんですか？最近めっちゃあるねダメじゃん、アドレナリンが最近出なかったアドレナリン出てないじゃないですか。でも大丈夫、次からは。あ、まあですか、うん、原因が分かった。なんすか原因？あの、日光浴びてなさすぎたすごい。でもさ、はい、なんか世の中どうなってくんだろうね、今後。なんか一気に変わりそうな気がしてて、俺。それはあると思いますよ。ね、本当に。なんか今までの日常がさ、全く変わる気がする。うん、そうですね。2025年とか、うん、そんぐらいちょっとやばいんじゃないかなと思うんですけど、ね、うん。てか全然当たり前じゃない世界に変わりそうだな、これまでの平穏だった暮らしが。はい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 。俺未来見えるからさ。まあ名前未来ですね。そうそうそう。うん、どうですか、俺の未来。どうなってます？人に関わることは分かんないんだよね。自分に関わることしか。じゃあ俺も分かるし誰にも分かるし。いや、分かんないじゃん、未来のことまあでもなんかいろんなこと変わりそうな気がしてて。でもみくるさんってすごいっすよね、いろんな人の人生を変えてますよね、うん、でも最近思ったんだけどさ、はい、俺の性格があれなんかよく分かんないけどいいことなのかよく分かんなくなってきてるね。自信がなくなってきた。ああ、いや、なんかいいことしてるつもりなんだけど、うん、はい、
や、そうですよね。だから俺は思うんですけど、ミクルさんは本当に善意っていうか、その気持ちだけでやってるじゃないですか。そう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 。なんかそれでやっぱミクルさんの周り見てると、やっぱこうみんな裏切るというか、うん、なんかそういう人が多いなって。不義理、なんか見返りを求めなさすぎると本当なんで、マジの自由じゃん相手って。そうですね。やっぱなんか制限がないとさ、はい、人間でやっぱ自分に甘えちゃう生き物だからさ。そうですね。だから本当なんかこう本当になんだろう、お互い握り合わないといけないですよね。ちゃんとこう信頼関係だったりとか、ミクルさんはこう与えれるじゃないですか。でそれをやり方を教えて、でみんながこうパッて有名になって、でそしたらもうなんかあとはもう自分で全部やっちゃおうみたいな、うん、恩をこう返そうとかっていう気持ちが本当ないというか、まあ、なくていいと思ってるからね。いやでもなくていいと思ってることによって、うん、その人の人生が不幸になってる気もしてて。そうですそうです。だからなんかなくていいと思ってるのはいいと思うんですけど、うん、やっぱなんかその与えてもらった方はもっと感謝しなきゃいけないなっていうふうに思ってます。だから本当不義理の人が多い。なんかそう、そうだからすごく、うん、なんかかわいそうって思っちゃったですよね。そんなことないんだけどね。まあそんなことないと思ってるとは思うんですけど、俺自体の別に区切りとか何でもいいんだけど、うん、その人が不幸になってしまったらさ、うん、結局なんか俺のしたかったことなのかなっていう風になっちゃうからさ、まあまあ、でもなんかその一個負をやることによって負の連鎖になるじゃないですか、うん、そう、だからいいことって絶対ないんですよ。なんかここを目指してたのがここになって、うん、でどんどんこう落ちていくっていう風になっちゃって、最終的にはもう気づいた時には遅い状態、うん、っていうのが本当なんかミクルさんの周りだけじゃなく世の中、うん、そんな感じなのかなとか思うんで、だからもっとなんかこうお互い対等にというか、対等にね、はい、難しいよね、話し合えるっていう。だから気遣いすぎなんですよみんな、うん、みんなこうごますってミクルさんミクルさんみたいな、うん、だから俺にはそれができないんで、うん、なんかやってあげるイコール見返りを求めるってわけじゃないですけど、うん、俺はすごいなと思ってたから、ミクルさんの生き方というか、俺にはできない、うん、でしかもさ、俺これ仕事の関係とかそういうのもそうだし、うん、あんまり人にこう強制しないタイプなのよ仕事も、はいはい、だからもうみんな自由にしてて、自分はやるけども、はいはい、後の人はもう知らないみたいな、はいはい、やる人はやってほしい、でもやらなければ何も言わないっていう、はい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 、やっぱすごい人間性出るよね。なんかすごい自由だからこそ、うんうん、自分に厳しい人はめっちゃ頑張ってるけど、はい、何もやらない人はどんどんやらなくなるし、うん、だからあれっすか、あんま人に期待してないっすか。全然してない、うん、最初から期待するとさ、いいことなくない。ないっすね、うん、だから僕できないんすよ。なんかやるイコールこっちが目かけて期待しなきゃいけないんで、向こうから求めてきたものには応えるけど、自分からこうしたらこうしたらっていうのは僕は言えないっすね、うん、神社目指してます。だから神社ね、神社とかってこっちがこう行くだけじゃないですか、うん、向こうは何も言わないじゃないですか、うん、だから多分そのミクルさんの周りからしてみたら、ミクルさんは神だと思ってるんですよみんな。神社ね、ミクルさん、ミクルさんみたいな。でミクルさんはそれに応えちゃうじゃないですか全部、うん、どうぞどうぞ。だからみんななんか、あもうやったみたいな、高くじゃなかったみたいな感じになっちゃうって思うんですよ。そういうことね。で悪いことなのそれって。え、結果的に結果的にだからミクルさん気にしてないならいいと思うんですけど、俺は気にしてるのは、だからその人たちが不幸になっちゃう、不幸に最終的に不幸になるんだったら、よくあるじゃん、宝くじも当たってもさ、はい、使い方がわからない人って、はい、破産するみたいな。そうそうそう、そうなってますよね、みんな知名度だけついて。俺思うんですよ、その TikTok とか、うん、その YouTube とかもなんか意味なくやってる人多くないですか。目的なくただ有名になりたいだけ、うんうん、それって結構後悔するっすよね後々。まあね、そうだ、そこを見えない、難しいんだよね。でもやっぱ今ね SNS の時代でさ、はい、競合が何人もいてさ、はいはいはい、確かなんか1万人以上いる YouTuber って、はい、数ある YouTuber の中で 0.1% とかしかいない。 0.1% だって、1万人いってるだけですごいから、はいはい、だからその1万っていう数字が欲しくて、うん、自分の見る丈以上のことをやっちゃうじゃないですか、うん、でそれが人気だから、あまたやんなきゃいけないで、もっと過激になってって最終的にはなんか逮捕されちゃったりとか、うん、なんかその負の連鎖だと思うんで、だからなんかもう数字とか追うんじゃなくて、ちゃんとやりたいことを、うん、側だけじゃなくて、うん、中身もしっかりしろよって思うんですよね。だから俺はそれで YouTube やめましたね。
うん、100万人も行ったし、俺はもうそこの数字っていうものに追われたくないなっていうか。でもやった方がいいと思うよ俺。マジですか、うん、なんかプロモーション上手くないじゃんボクシング。まあまあまあそうです、ね、天心のさ、はい、あんな素晴らしい試合をさ、はい、見てない人多いと思うよ、はい、まあ、あれって自分でもっとプロモーションするべきだと思うけどね、はいはい、俺は。だからその YouTuber みたいなドッキリ企画とかやらなくてもいいと思うけど、うん、もったいないのも使わないと。そうですね、まあ今ボクシング1年やってみて、うん、やっぱやってみて足りないなって思うこともあるんですよ。だし自分の頭がパンクしちゃうこともあるんで、うん、ちょっとこう慣れてきたら徐々にやろうかなっていう、うん、そうです。やっぱ段階が大事かなっていう、うん、いきなりねベンチプレス200とか無理じゃないですか。そうだね、うん、ウエイトやってんの最近？全然やってないですね、うん、ボクシングに必要ない？僕はあんまり、まあ、ジムの方針もそうなんで、うん、そこと合わせてやってます。でもあれですよね、デッドリフターっすもんね。いや最近もう全部やってるよ、スクワットとベンチと。前やってなかったっすよね。昔やっててやめてたのずっと、はい、でもテストステロン上げるの大事だと思った俺テストステロン、うん、筋トレで上がるじゃん。あでもさ総格闘技とかもさ組み技やっても、はい、上手くなってくるとさ、はい、なんか抜くじゃんみんな。テストステロンでリックになってて、ウェイト始めてなんかテストステロンめっちゃ上がってる気がする。それがアドレナリンとかつながる気がする。そうそうそう、こんなってか。レバー食った方がいいっすよ。食いまくってるマジか。食いまくってるマジですか。レバー食うと全然違いますね、そのテストステロン。はい、なんで違います本当に。まあそうなんだ、はい、タッチが違いますマジで。タッチ、はい、タッチって朝起きた時のガーっていう元気ですね。おはようございますって感じ。ああ、はい、この普通の立ちね。そうですね。あ、下半身じゃなくて。え、あ、下半身。下半身の立ち？はい。あ、そうなんだ。はい。だから俺遺伝子検査キットってわかります？ガチのその遺伝子。うん、僕の友達が、うん、妊活するために、うん、みたいな。で、精子を増やさなきゃいけないみたいな。ああ、逆にね。なんか今結構日本中でその精子の量が少ない人。多いらしくて、1億5000万匹以上いないと子供ができないみたいなこと言われてて、でその人がやったら7000万匹ぐらいしかいなくて、でめっちゃ運動してそのレバーと かそういうの食べて1億7000とかまで2、3ヶ月で増えたんですよ。で試しに天使もやってみたよみたいな言われてやってみたんですよ、うん、そしたら僕一発目で8億7000匹いて。8億？8億7000匹8億7000人いたんですよ。天使の頭弱視が。はい。マジなんか写真とか見れるんですけど、写真とか画像動画見れるんですけど。8億。1億5000のやつはまあなんかこうみんなわーみたいな感じ。うん、8億7000人ばっかり。マジ？ライブしてた。モッシュしてて。8億。はい。だからやっぱ運動とかその中国に迫りそうなのが言ってるやん。運動とかやっぱこう食べ物とか、俺もう毎日健康に気遣ってるんで。ちゃんと否認しないとえらいことないよ。いや、まあそこは、はい、気をつけて、ね、ちゃんとやってます、はい、否認してもできそうだね。女性からしたら恐怖すぎる。8億の大群が押し寄せてくるでしょ。でもだからやっぱそういう生活していけば健康にもなるし、俺多分相当健康なんで。いや美味しいな本当、ね、旅行行こうね。旅行ですか。うん、まあ今の期間だったら試合終わったばっかなんで。俺来月ハワイ行っちゃうからさ。何しに行くんですか。ただ遊びに。へえ、いいっすね。行くでしょ、来たでしょ。ちょっとそれ検討してみます。うん、山登ろうよ。ハワイの、ハワイに山あるんですか。あるじゃん、なんかみんな 2,3 時間かかるけど、めっちゃパワースポットみたいな。あ、マジですか。あ、めっちゃパワー欲しがってますね。いやいや、俺は別にないけど、それで有名なんだ。なるほど。富士山登りません。あ、いいね、行くか。俺寒くね今。いや、今は無理なんですよ。今は無理なんですけど、うん、僕毎年、まあ、最近全然登れてないんですけど、試合あれなんで、かかぶっちゃって、うん、毎年登るっていうのやってて、結構いいですよ、山は。富士山噴火しない？噴火っすか？いや、そこはちょっとわかんないですよ。噴火したらそれで。俺の親父がなんか、陰謀論者、シャレ、陰謀論者なんかなんかよくわかんないけどさ、はい、人工地震があったから富士山に一人でなんか噴火を止めに行くとかいうツイートをしてたらしい。タクも教えてくれた。マジですか。一人で止めに行くんすか。バケモン、やばいよ。やばいっす、レベル違うとこまで行ってるから、次元が。
一個のエンタメっすね。エンタメ紹介じゃないよ、ガチだ。ガチだ。まあとりあえず今日のあれだね、衝撃は8億だね。これあんま言わない方がいいんすかね。いや俺マイナスブランディングだと思うよ。絶対に。あれってさ、俺あんま詳しくないから一回動画見たことあるんだけど、オタマジャクシたちが競争して試練を乗り越えていくのよ、うん、崖を登って、はい、最後にたどり着いた一匹が妊娠になるわけでしょ、はい、8億の兵隊いるって言ったら 100% になるじゃん。いやだから100% 誰か到達する。いやだからそれをちゃんとこう閉じ込めるわけですよ。閉じ込めるじゃなくて、はい、8億もいたら 100% 一匹はたどり着くじゃん、まあまあ、100% だ多分。やっぱでも健康なんで、健康ってことなんで。子供が生まれたら格闘技やらせるの。結婚はもうあんの、そもそも。いや、いつかはしたいですよ。あ、いつか。うん。でも格闘技やらせるかって言ったら分かんないですね。うん、本人がやりたいって言ってきたら一回ボコボコにしますね。それ何歳の時？はい、生後3ヶ月。いやいやいや、喋らないでしょ、そもそも。テレパシーですか。2歳で言ってきたらどうするの。2歳で言ってきたら、うん、まあ、それはまだあれですけど、虐待じゃん。いや、それはまだしない。あ、そうかっつって、うん、で、ほんとちゃんともう大きくなって、大きくなってから初めて最初、まあ、まあ、どうなんすかね。どっちにしても虐待じゃん、今やろうとしてること。うん、でもやっぱ、うん、こういうことだぞっていうのを分からさないと。まあ、ボコボコするか、ほんとルールの上でちょっと強めにやる、合法的に。合法的に。お父さんにもやられたの、昔。昔はまあ、そういう練習してたんで、ずっと、うん、そのおかげでっていうのがあると思う。まあ、別になんかバーンとかやるとかはなく、俺がやるっていうよりかは強いやつとちょっと一回戦わせて、それでもうやだって言われたら、あ、じゃあもうやらない、やらせないっていう。それでもうやりたいっていう気持ちなんだったらやれっていう。なるほどね。てかさ、はい、キックボクシングまでお父さんと一緒に二人三脚やってきたじゃん、はい、ボクシングはもう一切関わってないの。関わってないですね。たまにミット一緒にやったりとかは。 あ、そうなんだ。嫌いなんだね。え、嫌いなの。いや、嫌いじゃないですね。嫌いじゃない。はい、あのボクシングとまた勝手が全く違うんで、うん、基本とかはお父さんのこと嫌いじゃない。嫌いじゃないですね、うん、はい、年齢重ねたからこそこう分かってくることとかもあるしね。あるしみたいな。また全く違う環境でやってますね。お父さんも頭いいもんね。もうそうですね、格闘 IQ 高いですね。ね、うん、格闘 IQ って何なの、そもそも。あれ、はい、格闘 IQ って言うけど、 IQ 高いんじゃない、みんなって。格闘 IQ っていうこと。あ、格闘技だけに関して頭いいってこと。格闘技、うん、俺も多分そうだと思うんですよ。いや、そんなことないよ。そんなことないですか。みんな頭いいと思うよ、普通に。格闘 IQ 高い人は IQ が高いと。なんか、うん、格闘技のそのやっぱ感覚とか、うん、そういう部分はすごい優れてるなっていう。理論じゃないんですよ、うん、感覚っていうものは絶対あるんですよ。てんちゃんってポエム好きだもんね、確か。だから俺よく言われるんですけど、それ、うんうん、ポエムとかじゃないですよね、うん、あとなんかさ、うん、裏の裏みたいな表現するからさ、一周回って何が言いたいのか分かんないみたいな、その勘違いさせるよね、うん、いやなんか俺は分かってもらおうと思ってやってないんで。何のためにあげてんのじゃん。はい、いやなんか気づくやつがちょっとでもいたら、うん、っていうその探しをしてるんですよ。それ気づいた人がいたらどうするの、仲良くないみたいな。いや、なんかいたらそういう感覚を同じ持ってるから、なんかその、すごい世界を開けるのかなと思ってて、はい、だからもうなんか全部こう言ってることに言ってくるやつとか的外れだから面白くねえなっていう、うん、俺はもともとそっち寄りの考えなんだけど、はいはいはい、YouTube を始めた時に真逆に変えた。あー、うん、分かりやすいように、あえて分かりやすいように、はい、説明を何度も同じことを何度も言ったりとか、はいはいはい、一本の動画で。でもそれやってますよね。やってる、うん、本当に同じような多分レベルの人だったら、うん、別に説明いらずに分かったりするじゃん、はい、でもあえて何回も言ったりする、はいはいはい、同じこと。そうす、みんなが分かるように伝えるの方が大事だと思うんだよ俺。そのなるほど、たくさんの人に見られてる人。なるほどなるほど。僕は割とそのアートみたいな感じがいいんすよ。うん、憧れてるもんね、芸術性を持った特別な人みたいな感じ。憧れてるっていうか、なんか昔からそんな感じですね。感覚で生きてるんで。感覚で。じゃあポエマは続けると。ポエマですかね。もうよく言われるっすけどね。だから僕全員に分かるように言ってるんですけど、全員分かんないみたいな時もあって、でも分かってるやつにはめちゃくちゃ分かってるみたいな、うん、その時のこの共鳴みたいなのが、うん、いいんだ、熱いみたいな。そのなんかオーパーツですよ、いろんな昔のところをこう置いてってみたいな、うん、はい、なるほどね。
小田栄一郎さんみたいなことやってんだね、伏線回収。ああいいっすね、そう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 、そういう8億え8億も何かの伏線回収8億何千も、はい、あの2年後なのか1年後なのか何か分かんないですけどね、記事になりそうだね、これ8億。いや、ちょっと、じゃあ、あんま記事やめて、ほんと。ほんとやめてね。ほんとに。絶対なるよ。なります。予言しとくわ。そ、まあ、それ言うと何衝撃の8億。それ予言とかじゃない、もう、言葉、言霊じゃないですか。絶対なるじゃないですか。まあ、今日は衝撃的なね、話を聞いて。ちょっと待ってください。いやー、ちょっと。俺はもう、結構久々に、真剣な話もさ、まあ、いろんな冗談を交えながら話したけど、はい、八王子が衝撃すぎてそれしかもう残ってないみたいな印象が。ちょっと待ってください、そんな感じで、はい、ちょっとまた、飯でも行きましょう、明日練習しよう、一緒に、はい、明日俺試合後そこでやるかやらないかよまあ、男はやるときやればいいでしょう、それ 俺のセリフやん、あ、そうだそうだ、明日明日